はいみなさんこんにちは、えー、レクサニ講師の森山です、えー、今日はようこそお越しいただきましたまあクリスマス、えー、イブのイブですか、えー、世間ではまあイブイブなんつったりしますけれども、えー、まあ出版記念イベントということで、えー、今回新しく出した暗記の力は100、えー、これのイベントといった前提でですね、えー、まあ1時間ほど講義をしていきたいというふうに思いますねでちょうど世間ではまあクリスマスということでまあいろんなプレゼントが欲しいよとかなんかうちの 息子もなんか、去年、任天堂 3DS を買ってあげたのに、あ買ってあげたのに違う、サンタさんからもらったのに、あの今年はクリスマスツリーなんか、スイッチが欲しいとか書いてあって、なんかどっかのゲーム会社の戦略にはまっておりますけれども、スイッチと書いてあったから、なんかホームセンターでなんか、なんかスイッチでも買ってくれんのかなとか <laughs> 思っておりますけれども、今回、プレゼント講義ということで、普段んちょっと手薄になるようなところですね、お話をしていきたいというふうに思います。 で今回、出版されたのが暗記の力技,力技といったところで、まあ、語呂合わせだとか横断整理だとかそんなことがされておりますから、まあ、普段ですね勉強をしているときに少し疲れたときに語呂でも見てみようかなとかそんな感じで使っていただければいいしあとは結構横断整理なんかの部分ではですねがっつりいろいろ書いてありますからあの時間をとってやっていただけても役立つかなという,ふうに思います。 でそれからあの青い本、テクニックの本とそれから勉強法の本、特にテクニックの本なんかもこの時期から役立つと思いますからあの今日後ろの方で新宿に来ている方はですねちょっと中継の方はあれですけども、えー、即売会もやっておりますのでぜひ購入をしていただければと思います、まあ、その後サイン会もあって、えーまあ、ちょっとしたものですけど、えー、プレゼントもご用意をしておりますからぜひです、ねえー、来ていただければというふうに思います。えー、それは今日始めていきましょう たように暗記の力だということですから、まあ、きちんと記憶してなければいけないよと、暗記してなければいけないよといったような話をいろいろしていきたいというふうに思うんですけれども、えー、いきましょうか、まず、えー、レジュメの方ですね、えー、2ページの方を見てください、えー、レジュメの2ページのところになります、あのー。ちょっと大変なところからいきましょう、2番、社外取締役、社外感染役のまとめと。 いうとこういとろで、まあ普段の講座なんかでもですね、社外の取締役社外の監査役もちろんこれがですね、登記をする場面だとかあるいは社外取締役について登記をしなければいけない期間設計だとかいろいろ覚えていると思いますけれどもそのそもそもの社外取締役社外監査役の要件といったものをです、ね、なかなか難しいんですよだから今回この1時間でもってそれはきちっと整理していこうと特に3ページの下の方にもですね、まとめの図表もありますから そんなところでしっかりちょっとハイレベルではありますけれども身につけてほしいというふうに思います。 でまあ普段の基礎講義のレベルではあの無理にここはやらなくていいようなんて話はしていますあの基本的には期日問題なんかでもですね社外取締役として就任するなんて時にこの人は社外ですよって書いてあることのが多いわけですよねそうすると、まあ、あ抑えてなくても取れる問題はあるただ、択一問題対策だとかあるいは期日問題でも社外取締役を満たさなくなったとっいうところでは、えー、結構、子会社のなんとかに就任したのでとかあ言ったところで判断を求められたりしますよね。えですから 確実に点数取ろうと思ったら、まあ、やっといた方が越したことがないということになりますね。まあ、これ以外でもこの暗記の力合わせに書いてあることはちょっと基礎レベルをちょっとまあはみ出したというかですね これは押さえておいてほしいというちょっと欲張ったことも入れてありますから、まあ、そんなものもちょっと自分のレベルに応じてですね例えば中上級であればこんなことも教えるよねってことも入ってますからちょっと基礎講座で入ってないようなこともやっておりますけれどもぜひです、ね、貪欲にまあ使っていただければいいかなという,ふうには思いますがでは社外取締役こちらの要件見ていきましょうで2ページから3ページにかけて図がありますがそれぞれ左側の方が社外取締役の要件右側の方が社外監 関西役の要件ということになりますから、社外取締役それから社外監査役、えこれをですね場合分けをして見ていこうというふうになります。で、この社外取締役、社外監査役についての要件なんですが、今回のこの暗記の力技で言うと、え54ページのところに社外取締役の要件というのがあって。 えーまあ、ある方は見ていただければ分かりやすいかと思いますが、えーまあ、歌で覚えようということで、まあ、社会取締役の要件難しいですからきちっと歌で覚えていこうということで、まあ、最終的には55ページ、56ページに書いてあるような歌を押さえていただければ、えー、頭に入ることにはなりますただあ、理屈が分かってないと、えー、これはなかなか覚えられないですよねだから理屈を覚えた上でえで、ー、語呂を使っていくとこんな感じになりますよですから今回はあきちっとですね、えー、理屈をお話をしていきたいと思います。まあ、ここ でこの歌を歌ってもいいんですけどあのジャスラックもうるさいですからね <laughs> ですからあのちょっとそれは控えますのであの各自家でちょっと歌っていただければいいんですけれども、えー、では行きましょうかで、えーまあ、この暗記の力技でいうと54ページのところに要件がありますから、まあ、その辺りも見ながらですね聞いていただければいいかと思います。 でえーまあ、暗記の力五54ページの上の方に書いているのが社外取締役の要件で下から社外管制役の要件ですがそれをまとめたのが今回のレジュメになります。まあ、基本的にはです、ね、そ,の会社のその会社の業務執行取締役とその会社の業務執行取締役とそれから子会社の業務執行取締役と について、えー、それはもう社外取締役の要件を満たさないよということになっているわけです。まずこれが第一ですね、まずそこを抑える。で、えーまあ、2ページの頭、左側の方ですが、えー、まず、現在要件と書いてあって、ちょっとこれ、難しいんで、一つ一ついきますよ、えー。現在要件と書いてあって、まあ、現在、えー、これですね、業務執行取締役と、業務執行取締役と、 これになっている人は社外の要件を満たさないということですえ。つまり業務執行しているわけですからそれは社外取締役じゃないよ業務執行しているじゃんということになるわけですね。で、これがまず基本です。えこれが基本です。え現在、その会社の業務執行取締役等でないえ現在、その会社の業務執行取締役等でないえこれが要件になりますね。ですから、まず皆さんが抑さえるのはこの業務執行取締役等の定義です。業務執行取締役等 それがその上に書いてある3人ですね。業務執行取締役、それから執行役、それから支配人その他の使用人ですね。 このは業務執行しますよねつまり取締役の中でも業務執行しない人が社外取締役であって業務執行する方の取締役ですよ業務執行取締役ですよそれから執行役というのはもちろん業務執行するから執行役でそれから支配人その他の使用人なんていうのもこれも会社を代理していろいろやっていきますから業務執行取締役等になります。まずこの業業務務執執行行取取締締役役等等ににははいいるるんんだだ ということをまず押さえる、えー。まずこの3人をしっかり押さえるということになります。で、現在、その会社の業務執行取締役、それから執行役、それから社員にその他の使用人、これは業務執行取締役等ですから、あ社外取締役の要見を満たさないよ。こんなことになりますね。で、ちょっと見てください。この現在ですね。ただ気をつけなければいけないのは、現在だけではなくて、過去10年間、過去10年間、 今回、就任する10年前までの間にこの役職にあっちゃだめですよっていうのが次にプラスされてますね現在、業務執行取締役等であればもちろん社外ないですが過去もだめ過去10年間ですから今回社外取締役に就任しますと社外取締役に就任しますと言ったその前10年間の間にその人が業務執行取締役等になっているかどうかこの10年間というのは10年前までに退任していればいいんですね。 だから、まあ、10年前までの日付を探してその中に例えば最後の最初の1年ぐらいがあの例えば11年前から就任して9年前までやってたと1年かぶってるわけですよ10年内に、えー、その10年内に食い込んでたらだめですねということで過去10年間あその会社の業務執行取締役等でないよってことが必要になりますで、えー、このです、ね、就任前就任前というのは例えば何回も何回も就任している人は えー、その就任ごとに判断しますじゃあ今回、えー、就任しましたじゃあ今回、社外取締役ですかと言今回の就任からまた考えるんですね。ということで、えーまあ、ここで言う就任というのはあもう3期連続でやってますといったときにその一番最初のときではなくて10人のたびに要件気にするんだよ、まあ、ただ、その次の要件がありますからあのちょっと気をつけなければいけないんですけどアンドのあと、えー、会社、子会社の、えー、取締役それから会計参与、監査役の就任前10年間。 といいう,うに書いてありますのでえ実はですね、えー、このじゃ10年前まで業務執行者じゃありませんでしたあ10年間業務執行者とはあ言えませんでしたと言ったとしても実は取締役とか会計参業とか監査役とかそういう業務執行じゃない役職についてたとしてもその就任前10年間を今度判断することになるんですね。えー、それはですねあの確かかに会計産業とか えまあ監査役とかであれば、監査役であれば明らかに業務執行してないんですけど、監査役をしているということは、多少なりとも会社の業務執行者の影響が低下したとは言えないということで、例えば、間に監査役を挟んでいる、例えば業務執行取締役だった、監査役になりました、それから今回、社外取締役として就任したいですというとに、過去10年間見てみたら、業務執行取締役ではないけれども、その10年内に監査役やってましたっ言ったら、その監査役の就任前、10年前。 これも気にしなければいけないんですね。ということでまず押さえるのが現在、業務執行取締役等でないよ、えー、過去10年間、まあ、その就任前10年間業務執行取締役等でないよそれから、えー、取締役や会計3や監査役をやっていたらあそ,そ,その就任前10年間を数えるんだよというところで、えー、押さえておいてください。 まあその下に行きましょうで今度は以下のものの配偶者、2親等内の親族ということで、えー、その会社の,です、ね、あの今言った業務執行取締役等は、えー、もちろん社外取締役ではないですが例えばその配偶者、その2親等内の親族例えば子どもとかこれもかなり業務執行者の影響を受けている。社社外取締役っていうのののはその会社の業務などを 監督してしてほいわけですよ外の目で、社外の目で監督してほしい、あまりこうその会社の風を浴びてないような人影響を受けてないような人あるいは親会社とかその会社の影響を受けてないような人にその会社を監督してほしい、えー、きちんとです、ね、外の、えー、透き通った風で監督してほしいということですから、まあ、確かにこの人はあこの会社の役員等じゃないかもしれないけどただ、身内じゃん。 取締役とかの身内じゃんということになるわけですよね。ということでちょっとした身内はだめちょっとした身内はダメってことで以下のものの配偶者2親党内の親族これはダメになります。で見てください取締役執行役支配人その他の重要な使用人気をつけてほしいのが上の業務執行取締役等とずれてるってこと業務執行取締役等の親族じゃないんですね。 まず一番最初取締役って書いてありますが業務執行取締役じゃないんですよ通常の取締役だったとしても通常の取締役だったとしてもその親族はなれないんです、えー、配偶者と二親等内の親族ですねこれなれないんですだから業務執行取締役だけじゃないんですね、まあ、取締役の親族もやはりだめだろうということになってるわけですで、えー、その代わり一番下は支配人その他の 重要な使用人ということで、こちらは重要なが入ってるんです。すべての使用人じゃないんですよ。 すべての使用人を言っていたらきりがないというのがありますしそれから、すべての使用人のチェックができないというのがありますよね。そんなその会社で働いている人を全部こうチェックすんのかよということになりますからあそのです、ね、重要な使用人に限っているんだ、まあ、使用人といったら、まあ、そこの会社に使用されている人全員になっちゃいますからあその親族といったらきりがないそんなの全部チェックできるわけでもないしそれから、そんなのが全部です、ね、業務執行者の直接の監督下にあるわけでもないですから、まあ、重要な な親族でいいいいいだだろろううう重要なな親族でいいだろうということこになってますねよろししいでしょうかですから使用人それ自体はもちろん、えー、社外取締役の要件は満たさないんですが親族は重要な使用人に限るんだ重要な使用人に限るんだといったところをです、ね、押さえていただければあいいですねで一応これを図表にしたのが、えー、3ページの下のところでこれ、えー、その会社の取締役は業務執行取締役は罰なんですけどこれ これ丸なんですね会社の業務執行しない取締役はもちろん社外取締役です、まあ、そうじゃなかったらだって取締役の地位ないですからねいうことではあるんですがその下見てください親族はここも罰ですよ親族はここも罰ですからね親族は取締役の親族でもだめ取締役の親族でもだめそれから今度はその右側の方行ってもらうと使用人なんですがあもちろんこれは ここですね会社の使用人は全員社外取締役の要件満たさないんですけど親族は重要なあ使用人の親族はだめなのであってそれ以外の親族は OK それ以外の使用人の親族は OK ですからねちょっとそこを押さえておいてくださいよろしいでしょうかで、えー、それから、えー、今度は2ページの下の方を見てもらうと。 今度は会計参与は結核自由、管制役は兼任禁止と書いてあって、これもあまり気にしたことないかもしれませんが、会計参与とか管制役は、この業務執行取締役等に入れないんですかということになりますが、これもともと結核自由だったり、兼任禁止だったりしますから、入ってないだけですね、だからまあここは気にしなくて結構です。でただ、親族は除かれてますから、もちろん親族は OK ですね、会計参与、管制役の親族は OK ですということになります。こんな感じで押さえておきましょう。 でそれからその下子会社に行きますで子会社も基本的には一緒ですねで子会社簡単現在、えー、それから就任前10年間、えー、それからいいですかここですねここ、えー、現在就任前10年間あるいは会社子会社の取締役会計算を完成後の就任前10年間に 業務執行取締役等であったらダメですよってことで、これは、まあ、あの親会社の親会社というか、その当該株式会社の基本と一緒ですね、え子会社の業務執行取締役等でもダメえ子会社の業務執行取締役等でもダメですよ、子会社の業務執行取締役等でもダメなんだ、ああいったところを押さえておいてください。よろししいでしょうか 子会社については親族まで気にしていません親族がだめなのは基本的にその会社とあとは親会社なんですね親会社と出てきますから基本的にはその会社の親族はだめなのであって子会社の親族は関係ありません子会社は業務執行取締役等子会社は業務執行取締役等だけ禁止されております今理解しておべばいですよ歌で覚えますからねではいきましょうか今度は3ページの上のほう親会社等親会社等ですねまず 親会社等についてはこれも基本的にいろんな禁止がありますなぜかというと、えー、その会社を監督してほしいのに親会社の関係者が 子会社のです、ね、業務を監督でできるわけないんですよ親会社の人間だからつまり業務執行取締役というのは当然親会社の息がかかった人でそれを社外の目で監督してほしいのに親会社の関係者がです、ね、監督機能するのは無理だあ,あいうことで外から監督するのは無理だということになりますよね。まあ、よく例えば、えー、子会社の監査役子会社の監査役は親会社の取締役はなれますよって話はあります。 えー、だけれども今回はそれとは違って社外の目で監督してほしいえつまり、えー、その会社の業務執行者を社外の目で監督してほしいんだあ社外の目で監督してほしいんだっていうんですから、まあ、親会社っていうのは全然社外性ないわけですよえですからこのようなですね親会社の関係者親会社の関係者については基本的に社外性がない親会社の関係者については社外性がないということになりますねまず親会社等って書いてあります親会社等 親会社等自身が社外性満たさないってことえ親会社って会社じゃないですかちょっと親会社等ですから自然人なんですね、まあ、あの親会社等というのは親会社も含めますけれどもえ親会社等といった場合にはその等が入りますから例えばオーナー株主オーナー株主この100%親会社まあ 会社だったら親会社ですが人間だったら親会社等だと人間まで入りますから、まあ、あの 100%, 100じゃなくてもですね親会社、つまりオーナー的な株主なんだもう株式をたくさん持っている株主ということでこの親会社等には自然人も含めることになりましたからその親会社等自身はもちろん社外性満たさないぞってことになりますねだってその会社を親会社等として株式たくさん持って支配してるんだから全然社外性ないわけですよ。というこ でこの場合には社外性ないで、えー、その下取締役です親会社の取締役も社外性ありません親会社の社外、えー、親会社の取締役も社外性ないですこれ気をつけてほしいのは取締役です業務執行取締役じゃないですよ取締役です親会社はもう取締役もダメ なぜかとという親会社に勤めているんだからもちろん子会社を支配している会社の取締役なんで親会社の業務執行してようがしてまいが親会社の息がかかっているわけですよですから親会社で業務執行しているかどうかにかかわらず親会社は取締役からしてだめなんだよ親会社は取締役からしてだめなんだということになります。こここれも先にににチェックしししててておきますすよでね親親会会社社等等関関ははほら もう取締役、だめですからね、えー、業務執行取締役だけではなくて取締役もだめなんだ、えー、これしっかり押さえておいてください。ってことは択一で出る可能性がある知識として親会社の社外取締役かつ、えー、子会社の社外取締役ってあり得るか。 親会社の社外取締役かつ子会社の社外取締役があり得る子会社というのは今回、当該会社のことですね。子会社というと親会社の子会社ですね。今回、その会社があるとします。今、親の話をしています。さっきこの話をしました。だからその子会社ではなくて今回、当該会社が親会社の子会社ですけどその親会社の社外取締役であり今回の会社の社外取締役というのはあり得るかというとこれあり得ないんですね。 なぜかというと、えー、もう取締役自体が禁止だから取締役自体だと、えー、つまり親会社の取締役はもう、うん、その当該会社の,その,親,の親子で、えー、取締役であればそれはもうその当該会社子会社の方では社外性ないんですよ親会社の取締役だったらその下の会社で社外性ないんですね、それだけでだから親会社と子会社あ2つの会社の社外取締役をじ、えーこうですね、兼任するのは無理だ。 ああいったことが聞かれたときにそれはあそうですね丸ですねというふうにわかるようにしておくとハイレベルですねよろしいでしょうかでその下あ見てみるともちろん執行役とかあ支配人なんかもダメですねでもう一つ気をつけておきたいのがこので親会社等に関しては現在要件だけです過去要件はありません過去要件はありません えもう過去だったら親会社の影響ないだろうってここは考えるところなんですね、えー、その会社だったらもちろん、えー、さっき言ったように10年間無理なんですけど、まあ、親会社というのはそのように息がかかってるからあ禁止しているだけであっても過去になっちゃったらいいよってスタンスですねよろしいでしょうかということでこれ現在要件だけです過去であればあ親会社の方は気にしませんでその下、えー、ですね、えー、今度は親族です以下のものの配偶者二親等内の親族なんですけど 親会社等に罰がついてますねこれ親会社等の親族ですさっき言った、さっき言ったオーナー株主の配偶者とか、オーナー株主の配偶者とか、これが禁じられています、つまり、親会社の役員などの親族は OK ですね、親会社の役員などの親族は OK です、そこまではさすがに、えー、いいだろうということになってますから、親会社の役員等の親族は大丈夫ですよ。 親会社等の役員等の親族は大丈夫だ親会社等の親族ですね親会社等の親族それだけが禁止されてるんだああいったことを押さえておいてくださいよろしいでしょうかということで、えー、いいですかねでその後です、ねまあ会計参与は結核自由で完成役は兼任禁止ですから今後、禁止する必要はありませんでちょっと、えー、下の図を見ると親会社については親族だから OK ですね基本的に役員,に役員系は。 役員系は、OK、ですね。あの親会社と親会社等というものの親族はだめなのであって、えー、親会社の役員の親族は OK 親会社の役員の親族は OK ですね、えー、そこは押さえておいてくださいでしかもこれは現在要件ですよということも押さえておきましょうではその下今度は兄弟会社兄弟会社兄弟会社 で兄弟会社というのは今回社会取締役の要件満たすかどうかって考えている会社の親会社の子会社、まあ、兄弟ですねあの人間でいう兄弟というっは弟とかそれと一緒、えー、親の子供だから兄弟この兄弟会社についてはやっぱり業務執行取締役等が禁止ですで親会社の兄弟ってことはどういうことかというと親会社の影響を受けてるんですよその兄弟会社はですから兄弟会社で業務執行している人は当然親会社の影響を受けてますからそれが兄弟の、えー えことをですね、えー、外から監督できないと、えー、外の人じゃないという話になりますね親会社のまああのー あれですよね親会社の影響下にある人ですからこれは外の人とは言えないということになります。ということで、ただこれは業務執行取締役等だけです、ここ取締役とかなら OK ですよ、業務執行しない人なら OK ですからね。ということで、こちらはですね業務執行取締役等が禁止されている、いわゆる業務執行取締役と、執行役と、それから支配人、その他の使用人ですね、いわゆる業務執行取締役等、これが禁止されております。 つまり兄弟会社っていうのは親会社の影響を受けてるような人があ外から監督できないってことですから親会社の影響を受けてる業務執行者なんですよ。 でその例えば兄弟会社だって業務執行してなければ親会社の影響を受けてないんですよね。親会社が株式を握っていて、お前はこうやれって兄弟会社に業務執行させてるわけですから、あ兄弟会社の業務執行者はもちろん親会社の息かかってますけど、この兄弟会社の業務執行しない人であればもちろんそれは息かかってないからオッケーです。たださっき言ったように親会社自体はもう親会社だからダメですけどね。取締役でも何でもダメですけども兄弟会社であれば親会社の息がかかってない人だったらオッケーなんで業務執行取 取締役等に限るんだよとということで押さえておいいくださいえですから、えー、今回ですねポイントになるのは兄弟会社に関しては、えー、これ普通の取締役なら丸ですね、えー、兄弟会社に関してはあ業務執行しない取締役なら丸ですよとお言ったところを押さえていただければと思いますであとは親族もありませんね親族があるのはとにかく、えー、その会社とあとは親会社自身ですからね、えー、こんな形で押さえておいてくださいでは、えー、今度はですね2ページに戻って社外監査役 社外監査役。で、えー、社外監査役の方も大体話は一緒で、えー、就任前10年間、アンド、会社、子会社の監査役の就任前10年間ですね。だから、やっぱり10年前まで、えー、まあ、社内の人だったらだめですよと。あるいは、一回、監査役をやっていたら、その就任前10年間はだめですよということになります。で、下見てください。取締役、会計参与、執行役、えー、それから、あ、支配人、その他の使用人ですね。 あの社外管制役の場合にはもう取締役だったらダメですからねえつまり取締役と管制役の社外性っていうのは定義違いますからねえもうだって社外取締役の時に取締役ならダメですったら社外取締役なんて定義ないじゃないですか。 だから社外取締役というのは業務執行者じゃな,な,ないというのが基本的なことなんですが社外感染役の場合には取締役とかじゃないよという意味ですのでもう取締役でもダメですからね。取締役でもダメです。ということで、えー、社外取締役のの方はあ取締役は会計算や執行役支配人その他の使用人これが基本ですからこれきちんと押さえてください。えー取 会計算与執行役、支配人その他の使用人、えー、これに、えー、過去10年、あるいは関西役の就任前10年間も含めてですが、なってはなってた人はダメですよってこと、でこれ、現在要件ないんですよ、過去なってた人はだめ、過去なってた人はだめ、現在は問いません、現在は問いません、えじゃあ現在いいんですか、あの現在、兼任できないから、この人たち、この人は全員関西役と兼任できないから。 だから現在会計参与じゃだめです。えー、現在会計参与だったら、社外の要件満たしません。いやいやいや、社外の要件満たさない前に管制役になれないんですよ。えー、それから、えー、取締役、現在取締役の人は取締役なんだから、社外管制役の要件満たさないよって言って、いや、その前に管制役になれないからと。だからそこはもう禁止しなくたって、もともと管制役になれない人ですからね。っていうことを押さえていただければいいです。 とということで、えー、米印に書いてありますが以上、えー、過去要件しかないのは現在は兼任禁止等となるからだああいうところを押さえておいてくださいでその下あ、以下のものの配偶者、二親等内の親族ですね、えー、取締役、それからあ支配人その他の重要なあ支配人ということになります。こちらもも重要なものだけですね と、えー、ということで押さえておいてください、まあ、さっっき言ったようすべ、えー、ての使用人を気にしていたらきりがないしチェックもできないですから、使用人なんて、えー、会社に使用されている人はいっぱいいるわけですからあもうどんな使用人まで含めてもきりがないということですよね。えー、ですから、まあ、そういう下っ端の人まで含めてもしょうがないということは重要な使用人に限るんです、支配人とかそういうい、えー、役職のあるような重要な支配に使用人に限るんだということです。でえー、これもですねああのー、まあ 左側見ると執行役がいますが何でこちら執行役ないんですかって問題もうこういうのはスラスラ考えて分かるようにしておいてほしいんですけど監査役がいる会社っていうのは、えー、と執行役はいるわけないですよね執行役っていうのはあのいわゆる指名委員会と設置会社にしかおりませんのでそうすると監査役がいる会社は執行役は絶対いないですよですから監査役と執行役はあ あの同じ会社で併存できないのでここに執行役は入れてないよということになりますよね。えー、そんなな話になりますではその下、子会社の方に行くと、まあ、これも大丈夫でしょうかね。えー、就任前10年間会社、子会社の完成役の就任前10年間ですがやっぱり、えー、取り会計産業執行役、社員その他の使用人これダメですよと。 それから親会社等についても取締役と一緒で、親会社等取締役、完成役、執行役ですね。今度は執行役ありますよ。もちろん別会社ですからね。子供が完成役いる会社でも親の方が使名委員会と設置会社であればそちらに執行役いますもんね。 で、えー、それからあ支配人その他の使用人ということになります。で以下の者の,の配偶者、に神党内の親族は慣れませんということで親会社等になります。このあたりはあの左と右対して違いはありませんからまとめて押さえればいいです。で兄弟会社に至っては取締役の場合と全く一緒ですね。えー、業務執行取締役と執行役、支配人その他の使用人以上業務執行取締役等でもちろんこれはあの 親会社の意気がかかった人は社外性ないよねってことになりますから、こちらは業務執行ですね。こちらは業務執行です。だからこちらはですね、兄弟会社の普通の取締役、兄弟会社の業務執行しない取締役ならオッケーですね。兄弟会社の兄弟会社の取締役とそれから当該会社のですね社外関係役は兼任できますからね。そこは気をつけておきましょう。 1あ一つ言い忘れましたけどその左側行くとえ兄弟会社の取締役の話で,で、兄弟会社はここ、兄弟会社は業務執行取締役は禁止ですよね、つまりあの社外取締役でも兄弟会社の場合には通常の取締役ッ OK なんですよだからさっきこの上の親会社のところで親会社のところで親会社というのは取締役自体が社外性の要件を満たさないよって言いましたから。 親子で社外取締役を兼任できないってやりましたが、兄弟は兼任できます。だと、兄弟は業務執行取締役だけがあ社外性の要件を満たさないってことになりますから、兄弟同士で社外取締役を兼任する。兄弟同士で社外取締役を兼任することはできますね。え兄弟同士で社外取締役を兼任することはできます。えー、そんな感じで、えー、押さえておいてください。さあ、すごくな難しかったかもしれませんが、 うんまあ、一応、これがあの社外監査役、社外取締役の定義のすべての説明ということになります、ただこれ、覚えられないですよね、だから歌で覚えてください、でえー、ただ家で歌ってたって、えー、なかなか覚えられませんから、理解した上で歌見たら、あの覚えられますよ、えー、ですからあ、ぜひですね、あのー、暗記の力技、54ページのところに、えーまあ、書いてありますよね。 ええ、五十五ページのとこに、まあ、頭のところからですね、十年解雇がぎっとりと書いてありますが、まあ、十年間解雇だから。会社とこ子,子会社の、え、ぎっとり、まあ、業務執行取締役はダメだと、え、こんな形で書いてありますので。ええ、まあ、これ歌見てるだけじゃなかなか覚えられないかもしれませんけれども、え、だて理解した後に、やるということになります。だから、まあ、この本に関しては、そんな形で、これだけ見てても、あの。 な,な,なんだか理解はできないから、まあ、理解したけど覚えらんねえなって時にこう使うとか、まあ、そんな形で、えー、やっていただければかなり威力を発揮できるかなというふうに思いますね。ということでぜひ、えー、これをですね、えー、理解をしたわけですから、えー、覚えられませんこれ絶対覚えられませんですからあの覚えられないですがあのきちんと歌で覚えた後に えー、歌,歌ってとりあえず暗記しちゃうそうすると今言った理解であこれ確か検認できなかったよねとかあそれがもう理解と暗記っていうのはこうセットになってますからねえただ理解だけこうやって今しましたけど理解したって覚えなきゃ理解がまたなくなりますからですからもう覚えちゃう。 暗記ってそういういことでで大事なんですよだからなんかこう暗記しなくていいよというのは絶対嘘そでえきちんと覚えた上でただ丸暗記だと絶対忘れますから理解もするで理解だけでも忘れちゃうからまた暗記をするとえこの繰り返しですよねえそんな形でやっていただければいいですでは、えー、レジュメは4ページの方に行きましょう今度は話を、まあ、変えませんがあのこちら 人数というところで問題が1 2 3丸1丸2丸3それから丸4で括弧二2番丸1がありますからあちょっと23分取りますので人数を考えてみてください。えー、何々の半分以上とかそんな感じで、えー、ちょっと人数考えてみてくださいどうぞ。 ちゃんと書いてくださいよ自分の答え でででははよろしいでしいょうかこれは逆に基礎レベルですねでちょっと社会の話は難しかったかもしれませんがこれが一つでもこうすらすら書けないというのであればまあ,あの当連とか一生懸命勉強してるかもしれませんけれども暗記というところをしっかりやってないという証拠になりますのでこれはだって必ずテキストにも載ってるし暗記帳とかにも載ってますから覚えてななきゃいけないわけけわですよだからこれを覚えてないということであればもうなんか難しい講座を受けるだとかなんか当連で難しい問題を解くっていうよりはちゃんと覚えてねえぞってだけの話なです 話ですからね、暗記ってすごい大事だよってお話をしたいわけですがだから、まあ、これから年末年始も迎えますけれどもきちんと覚えるというのを意識しておかないと本当に人間って覚えないんですよ。で暗記ってだって人間嫌だから理解してああなるほど楽しいねそうかーなんつって行くのは楽しいですけどじゃあそれを覚えましょうって一歩立ち止まって頭に入れるあるいは本を閉じて頭から出す練習って絶対必要なんでちょっと、えーまあ、これ基礎レベルですから全部、まあ、分かってほしい時期ではありますがあただ大丈夫です。 わかんないならわかんないでそれを今わかんないってことが分かったわけだからじゃあ今から暗記にちょっと力を入れていかなきゃいけないなってことがわかりますからねえいいですかこういう基本が一番大事です、えー、丸 ①、えー、社外取締役のニーズですがあの特別取締役の議決の定めを設ける場合には取締役は6人以上で社外取締役は1人以上でいいですよね、えー、社外取締役は1人以上ですね取締役は6人以上で社外取締役は1人以上で丸 ② 監査等委員会設置会社は 監査等委員である取締役が3人以上。監査等委員である取締役が3人以上で、その過半数が社外取締役ですね。その過半数が社外取締役。あの全部合ってましたあの過半数っていう数字。えー、これ半数以上でも一人でもなく過半数ですからね。で、しかもそれが監査等委員である取締役の過半数です。で、逆に、丸三番。 え、監査等委員会設置会社において、取締役会決議によって、重要な業務執行の決定の全部また一部を取締役に委任することができるための要件。これもですね、あの、ま、定款で定めてもいいんですが、一定数の社外取締役がいる場合には、このですね、委任ができましたけれども、こちらは取締役の関数です。取締役の関数。全部含めて。 ですから、丸二番の方は、その監査等委員である取締役の過半数ですが、丸三番の方は、全取締役の過半数ですね。全取締役の過半数。で、丸四番。これは、指名委員会等設置会社。これは、各委員の過半数が社外取りですね。各委員の過半数が社外取り。で、次、括ッ二番。 必要となる社外監査役の人数を答えよう。必要となる社外監査役の人数を答えよう。これは監査役、会設置会社ですけど、これ3人以上の監査役が必要で、半数以上が社外監査役ですね。半数以上が社外監査役。半数以上が社外監査役。え特にこの過半数とか半数以上というのも、 あのまあ、本試験なんかでもこれ分かんないとできない問題も選択肢レベルで出たことがあるし過半数とか半数以上とか1人以上とかあるいはその分母が一つでも分かんなかったという方はしっかり復習をしていただきたいと思います。で、えー、社外取締役の関係でもう一つだけ、えー、少しですね、まあ普段の講義でもあんまり言わないことですがもしかしたらというところがありますからあのあまり基幹設計と関係なくて実は平成26年改正でも義務化することは見送られたんですが。 一定の期間設,設計を満たす会社が社外取締役を置いてない場合に社外取締役を置いてない場合に定時株主総会で社外取締役をうちの会社は置くのが相当でないという理由を説明しなきゃいけないとつまり普通はある期間設,設計を取ったら社外取締役を置くことが望まれる。置くことが望まれれるだけれども えーまあ、義務化はされませんでしたのでその分、定時株主総会で置かない理由置くことが相当でない理由を説明しなさいっていう義務が課されたんです、その期間設計を答えてみてください、脇当たりにどうぞ。 社外取締役を置く義務はないですが置くことが望まれるので置いてない場合には理由の説明が必要だ置いてない場合には理由の説明が必要だそういう期間設計を書いてください。 これもえまあ押さえておいてくださいね、これ、条文見たい方は327条の2ってやつです。基、え、幹、ー、設計に関係しないので、あんまり出てないん、試験あのテキストには出てないんですけど、あのー、きちんとまあ押さえておいた方がいいだろうというところで、条文、後で見ておいてください。まあ、基本的には会設置会社なんですね 監査役会設置会社で公開会社あこれかつですね監査役会設置会社かつ、えー、公開会社かつ大会社、えー、かつあごめんなさい 監査,役会かつ監査役会設置会社かつ公開会社かつ代会社かつ有価証券報告書提出会社まあこれがいわゆる事業年度の最終日ですね俗入3月31日えその時にこういう機関設計である会社の場合にはその定時株主総会でえちょっとうちの会社実は事情があってえ社外取締役を置けないんですということを説明しなきゃいけないことになります。 説明しなななけけれればいけないこことになります毎毎年毎年です毎毎年毎年ですから1回だけ説明すればいいのではなくてもう事業年度ごとにいや今回 3, 3月31日現在で監査役会も設置されているし公開会社でもあるし大会社でもあるし有価証券報告書提出会社でもあるなんて会社はあこれはその定時株主総会においてうちの会社ちょっと社外取締役を置くことが相当でないんですっていう言い訳を説明しなければいけないよということになるわけです。 でまず監査役会設置会社に義務化しようとしたんですよ監査役会設置会社に義務化しようとしたなぜならば監査役会設置会社ってよく並べられるのは何ですか指名委員会等設置会社あそれから監査等委員会設置会社監査役会設置会社ってよく並べられますよねどうしてこれ並べれるかっていうとあの監査系の人が組織化されてるから よよく並ばってるわけですよでその時にです、ね、えこれ監査役会設置会社はあそのように、えー、監査役会設置会社に関してはあ基本的にはです、ね、そういう委員会型の会社と非常にこう似通った会社だということで委員会型の会社の場合にはだって社会取締役必要じゃないですかだから監査役会設置会社にも、えー、実は義務化しようとしたんですけれども見送られたということで理由説明ということでお茶に濁していると考えれば覚えやすいですよね。 まあ覚えるときもかってコツがあります。で、公開会社かつ大会社っていうのは監査役会設置会社が義務の会社のことです。だから任意的に置いたときには説明いらないですよ。で、ちっちゃな会社が置いた、ちっちゃな会社が監査役会を任意的に置くってこともありますから、公開会社かつ大会社があもう義務で監査役会を置きましたっていうときに説明義務が求められるんだ。 とといいいううふうに考えててくといいですねだって公開会社かつ大会社だったらまあ監査役会か委員会型にしなきゃいけないわけでそういう会社の時に基本的には社会取締役を置かせたかったわけですよ。でもここだけ見送られてますよね。だってほら公開会社かつ大会社であれば監査役会設置会社以外であれば委員会型の会社ですから社会取締役必要なんですよ。でこれれだけないののででつつまり公開会社かつ大会社社か大ああば基本的にはあの 社会取締役を必須化したかったんですけど今回は見送ったのでその分理由説明求められるよってことただあの有価証券報告書提出会社に限るということで、えー、まあ有価証券報告書提出会社 っていうのはまあいわゆる上場企業とか1000人以上株主がいる会社のことです。まあ今日の時は上場企業と、えー、まあ考えとけばいいんですが、あそういうような企業に関してはですね、えー、これちょっと株主も多いだろうからということで、えー、これ理由説明求めていると。だから公開会社で大会社だったとしてもあのちょっと本当に。 まあ大きな会社だから、もちろんえすごく大きくやってるし、公開会社だから一応株主は流動するはずなんだけど、ただ基本的には株主も少ないしねっていう会社もなくはないだろうから、一応、有価証券報告書提出会社に限定はされましたよということではあります。よろしいでしょうかね。えー、ということで、これ、押さえておいてください。ということで、これが327条の2ということで、社外取締役を置いてない場合の理由説明ということになりました。よろししいでしょうか であとは一応、4ページの下はおまけですから、あ一応、丸一番の方が2日で、丸二番が3日ということで、こういうのも、えー、押さえておいてくださいね。あの日,数を抑えあの日数を抑えるのも、今回の、えー、書籍の中にはたくさんありますから、こんなのも利用できるように、ちょっと載ってない日数についてもおまけで入れておいてよということになります。では、えー、ちょっと2ページの方に戻ってください。 2ページの一番上、また話を変えて、いろいろ大人の事情というか、ですね、えーとまあ、語呂合わせが中途半端な数でもかっこ悪いということで、ちょうど40個にするときに、あの外された語呂が1個あるので、それを一つお話をしようということになります。でまあ、ただあの本当にこういういの嫌なんですよ あの本に書くのはねいいんですけど皆さんの前で何かあの反応も悪いのにこう言うというのは非常に勇気がいるしここまでもったいぶって大したことないわけですからあの本当にあれなんですけど一応没ネタがありますからお話をしようということであのこれもですねまあ,あのー お茶、濁しとけって話でもあるんですけど、えー、登録免許税法施行規則12条丸校の規定に関する証明書ってありますが何項だか忘れます何項だか忘れますって人が結構いるので忘れちゃったら書かなくていいよ12条って書いて、えー、丸もらえるからって話はするんですけど、まあ、一応あの、まあ、正式に書きたいということで先生覚えられませんって結構相談多いのでこれも一応、えー、載せようと思って、えー、いたんですが、まあ、1項どうしても落とすときにこれを落としました。 えですからあのちょっとこれを行きましょうか。あの縦にこう行くんですね。で、まあもちろんこれ三尾子人の名前です。三尾子、佐尾子でもいいですね。三尾子、佐尾子。で。 これ何の話かっていうと12条何項っていうのは1000分の7と1000分の1.5が生じますからあその項どこまでが1000分の7でどこまでが1000分の1.5かなんていう割り振りを証明する証明ということになりますので、えー、基本的に え会社分割とか株式交換、株式店ではないので合併と組織変更の場合ですね合併と組織変更ですからまあ合併と組織変更というのは押さえていただいてあとはどれが何個かって話になりますと、えー、新設合併が3校それから組織変更が4個、九州合併が5校ですからしそきゅうりえみおこしそきゅうりみおこしそきゅうり,みお,ゅうりあみおこさん、しそきゅうり大好きなんですよ。 私はしそ嫌いですけどねミよコしそきゅうりで押さえましょうねミよコしそきゅうりミよコしそきゅうりさよこしそきゅうりでもいいです、えー、ということでこんな感じで押さえていただければいいだろうということではありますよろしいでしょうかねということで 一つ、本に載ってない頃をお話をしましたので、ぜひこちらも押さえておいてください、まあ、こんなのも最後、書くときにこう思い出していただければいいので、えー、まあ12条までは必ず書きますが、何個かが覚えづらいということで、こんな話をしておきました。 さて、一応、レジュメが終わりましたけれども、えーまあ明日がクリスマスイブということで、えーまあ、受験生の皆さんはクリスマスで大騒ぎしている場合ではないですがあの、まあ、クリスマスですからあ皆さんがです、ね、自分自身にプレゼントをあげなければいけませんでどんなプレゼントかというと年末年始の予定になります。で必ず、 予予定定立立ててください必ず予定立ててくくだだささいい必ずなぜかというと年末年始って非常に、まあ、だんだんクリスマス気分にもなってきますが流されやすいんですよ。 で勉強がです、ね、なかなかするのすごくハードルが高い時期なんですねあの例えば世間はお正月、年末ですからなんかあれをしようとか大掃除をしようとかあちょっと,ちょっとなんか親戚のところ行こうとかいろいろありますから今日何をやっとこうって絶対決めておかないと流されますねでちょっとお酒でも一杯どうだいって言われてお酒飲んじゃいますよえもちろん、えー、子供じゃないんである程度しょうがない面がありますから多分思ったほどはできないかもしれません。 だけれどもあの受かる方はやりますからきちんとやっぱりやらなければいけないそのときに流されないようにどうする,どうするかというところはもういつでも言っていることではあるんですがあクリスマスのプレゼントとして必ず自分自身の予定表をプレゼントしてあげましょうと、えこんな話をしてますね。ねですかから必ず年末年末始に何やるか 年末年始に何やるかこれを決めてから年末年始に入ってくださいだからまあ今日家帰ったりやるのはまあ今やったことの復習ではあるんですがあ予定表を立てていただいて、えー、ここは何時間できるここは何ができると立てていただいて、えー、その年末年始にやるべきこと年末年始にやるべきことっていうのを必ずピックアップして勉強を始めるようにしてくださいでその時に何をやるかということなんですが、あのー、基本的には 何かまとまったものつまり、えー、なんか普段の勉強のこう続きみたいなことをやっておくと結局う年末年始までに年始までにこれをやっとこうという目標がないわけですよ。ですから例えば期日の過去問がまだやってないからそれを年末年始で終わらせようとかあるいは、えー、何かです、ね、テキストやってる方はそれを一周しようとかあるいは民法が苦手だから民法を えー、ちょっと、うん、なテキストを全部総ざらいしてみようとか、あるいは何とか法の過去問全部解いてみようとか、こういう目標を必ず、えー、立ててください、それはあの一つじゃないですね、えー、もちろん伏線でやりますから、いくつかになりますから、あのずっと民法だけやっててもいい時期ではありませんから、例えば、あ,のあれとこれとこれをやろうということで、毎日コンスタントに3つずつやっていくとか、えー、こんな感じですよね。例えばあのー 10日ぐらいできる方であればあの期日の過去問を10年分やろうとかだっていいですしでその他の時間はちょっと、えー、別の勉強でもいいですからあとにかくですね、そんな形で必ず予定を立てる、えー、必ず予定を立てるといったところからスタートしないところ本当に何もしないで終わります毎年いるんですよ先生年末年始何もできなかったで予定立てたんですかって100%立ててないんですよでやっぱり予定立てないとできませんから必ず自分に予定を立ててください。 で何をやるかは自分で決めればいいんですけどえ基本的にはまとまったことだしあとは自分に足りないものですねえ今日え午前中のところから模擬テストとかから受けた方もいると思いますがあ苦手分野とといいうのが浮き彫りになったと思いますえそういうところについてえもちろん自分に足りないわけですからあそこを身につけるって形で予定を立てるのが一番になりますね。 で例えば苦手なところでもそうだしあとは基礎講座受講中例えば通信制の方なんかで講座が遅れてるって方はそれを取り戻すのがあもう市場命題ですからだから人より足りてないところですねそれをとにかくこのまとまった日に、えー、まあ平らにしていくというのが一番の目標ですねそれをまとまった形でやっていくとおいった形で必ずそういう予定を立ててください。そ、えー、そういうういいいまままととっった時期ってののははあゴーールデンウィークぐらいしか取れませんんでで、えー、基本的にはそんな形でやって くださいねであとは中上級の方なんかで講座を受けている方はだいたい12月で一括りするだろうし、えー、初級講座の方も2月とか3月に終わっていくでしょうから必ずそれをこなすように12月3月はやってくださいあの4月以降ですね直前期に成績が伸びる直前期に成績が伸びるというのは嘘ではないんですこれはあの気休めで言ってるわけではなくて本当に直前期伸びるんですよそれはもう、まあ、直前期がまず締め切りがあるからってのもあるしあと あとは一通り勉強が終わった後にそれをこう積み重ねていくっていう時に成績が上がるんですね。あのペンキの塗るときだそうですよ。一通り一番最初に塗る時ってなかなか染み込んでなかなか塗れないですけど、一通りやった後に上積み上積みで塗っていくとかなり塗れるようになるし、どん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 色が良くなるわけですよね。それと一緒で一通り勉強し終わってから。 あそれをどんだけ復習できたかってことが大事、また4月以降の話はまた私もいろいろ情報提供はしていこうと思いますから、あそのときにこう、えー、追い込みができるようにするためには、あ今のうちにです、ね、きちんとやるべきことをやっておく、で出遅れているところをきちんとこなしていくということが必要ですから、それを年末年始に少しでも出遅れを防いでください。 あのこの試験というのはです、ね、本当に上位3%ぐらいしか受からない難しい試験ですのであの本当に人よりこうそこできないよ苦手分野があるよというところを残しておくとなかなか受かるものでもないんですね。 ですから今日の模擬テストを受けた方はそれを必ずもう一度検討してみてください、あこれなんで取れなかったのかなとでその問題だけを復習するんじゃなくてじゃあ、この分野苦手なんだなとかあテクニックが足りてないんだなとかあそういうことを分析をするんですね、それで苦手分野を割り出すそのために私、盛んに今回模擬テストを受けろ、受けろって言ってたんですけどもそれは年末年始に向けてもあるし必ず利用してください。あとは4月の頭に えー、レックでは模擬テストをやってますからこれも必ず受験をしてくださいね、えー、このお年末それから4月の頭それから直前期の模試と、えー、これで少しずつこう自分がです、ね、苦手をなくしていくあるいは今ここが苦手だということを認識していく必要がありますので、えー、必ず模擬テストはまた受けていただいて、えー、それで苦手分野を割り出すということは必ずこうおやってください。 よろしいですかね。ということで、えー、年末年始はそんな感じでやっていただいて、苦手分野はなくす。で、1、2、3月に関してはもう直前期に持ち越さない。1、2、3月にできることは全部やるって形になりますから、またあの年末が年始が終わったら、1、2、3月の計画を立てていただいて、えー、3月までにこれをやろうと決めて、3月までに取り組んでいただければと思います。えー、まあこれもですね、えー、3月から4月にきちんと線を引いておかないと、これズルズルいっちゃいます。 ですから、かなりこの線引くってことが大事なんですね、年末年始、それから3月の終わりと。そうすると4月以降はもう新しいことではなくて、今までの総復習と練習ができるように3月までにやるべきことをやっておくんだじゃあ3月までにちょっとまだ過去問やってない科目があるからそれやろうとかあ、そんな形になりますから、まあ、一番いいのは年末年始ですけど、それでもだめな場合には3月までにやることをやりますので、まずはそれができるように逆算して、年末年始は予定を立ててこなしていただければというふうに思います。とということで きょうはです、ね、あのちょっとまあょあの直前期というかあこれからのですね予定なんかもお話をしましてそれがちょっと難しい話とかそれから暗記が大事だよなんて話をしましたけれども、えー、これから直前期に向けて特にこの4月以降は今言った暗記ということが非常に重要になってきますで暗記ってのはまあこの語呂合わせもそうだし横断整理もそうですがあの基本的には意識しないと覚えられませんのでこうやって覚えようで当日、こうやって思い出そうといったレベルで意識しておかないと頭に入りませんね。 ですから、本当にこうやって今回、暗記の力技ではありますがあの、力技でも何でも覚えなきゃ始まりませんので、しっかり暗記をできるようにしていただいてください。で 今日やった通り、まず理解は理解で必要です。で、4月以降はもう超暗記していかなきゃいけないので、その理解ということも必ず今のうちにやってください。例えば基礎講座を受けている方は、基礎講座でこれはこういうことですよって説明があります。あれを4月以降に持ち越すとこの暗記をしている時間がなくなりますので、きちんとえまあ暗記も大事だし、理解も大事、まあ、とにかく全部大事なんですけど、ですから暗記ができるように今のうちこう理解をしておくなんてこともですねえ必ずやっておいてください。まあ、とににかくまあ人によって あの今現在とといいううのは立ち位置が違うと思いますですから必要なものもあまだ理解が足りてないよとかそろそろ暗記をどんどん始めなきゃとか、えー、あるいはちょっとテクニックがまだですよとかいろんな方がいると思いますけれどもそんな形であのゴールは皆さん一生ですからねいや私はまだ1年目だからあ人より劣ってていいですとか言ってやってる場合ではないですからあのとにかく難しい試験である以上あの必ず、えー、それを意識して勉強するようにしてください。 あのまだまだ時間はありますから、まだだって1月になってないですからね、ですからまだあれですよ、1月以降じゃなくて、12月までまだ勉強できますから、ということで一日一日大切にしていただいて、本試験、必ず今年合格できるようにしてください。 あの長くなるとやっぱりまた民法改正なんかも待ってますのでぜひ早く受かってで民法改正を実務で迎えられたらビジネスチャンスになりますからねぜひそんな形で引き続き勉強してください。でこのあとあの一旦ここで話を終わりにいたしますけれども新宿の方は後ろの方で今言った書籍なんかも発売しておいてですねあのまあ購入できるしあのちょっとだけあのあのサービス であり購入できますので、ちょっとぜひあのテクニックが足りないよとか、ちょっと半期の力ずやってみようとか勉強法やってみようとか、ぜひこんな形で購入をしていただければと思います。それからあのまあスタッフの指示に従って参議会なんかもありますのでぜひあのまあ記念に。 えー、もらっていっていただければと思います、まあ、ちょっとしたあの記念品も用意しておりますので、えー、ぜひちょっとですね、えー、まあ、後ろの方にちょっと私のおりますからあぜひ来ていただければと思います、えー、では、えー、1時間私の講義最後までお聞きいただきありがとうございます、えー、ぜひですね役立てていただいてあの合格を勝ち取っていただければと思います、えー、それでは、えー、私の方からは以上ですちょっとスタッフの方にまた変わりますお疲れ様でした